お疲れちゃんスラットです。今日もですねトロアゲやっていくんですけども、そろそろクローンをやめて、はい、しっかりねちょっとトロアゲていきたいということで、今日はマジアチオールブレイカーを使っていこうと思います。でマジアチオールブレイカーの、まあ、スケボムで今日やっていきますね。めっちゃ高回転のやつです。はい。で今スケがヤリゴブとかなんか結構ねいるんですよ。いろいろなんかバルキリーがねあの巨スケになったねマジアチオールブレイカーがいたりとか、まあ、やっぱボムじゃなくてインフェだったりとか、まあ、いろんな方があるんですけど、まあ、今日はボムスケで、はい、やっていきます。なんかね最近巨スケ型がちらほらいるかなということです。さあずっとなんかこの77ぐらいにいるんですけど、やっていきます。はい、いきましょう。で今期はちょっとあと残り5日ぐらいか、ちょっとねでもロングシーズンっていうのもあってちょっとマルチ頑張りたいので、ちょっと生放送もねしようかなと思ってます。はい、あと5日しかないんですけど、まあちょっと夜遅い時間帯とかにねちょっと配信しようと思うので、まあ良ければね、はい、見に来てください。沼配信だけはね避けたいなと思いつつトロ爆上げしたいと思います。で今日マジアチオールブレイカーは枯渇がねちょっと多い気がします。まあ、気がするだけで多分そんなこともないじゃないんですけども、やっぱ多いです。でもそうマイティ枯渇がね流行りまくってて枯渇ばっかなんで、ちょっとね枯渇引いたら絶対勝ちたいなってことでマジアチ持ってきました。はい、さあよろしく。どうせ枯渇でしょう。いやわかんない、全然何でもいるんですよね。そうホグもいるしクロスもいるし、まあロイジャイもいるし迫撃だっているし、まあぶっちゃけ何でもいるんですよ。ラバもいるしって、だからいるんですけど、マイティ枯渇がなんか脳に残ってるというか、なんか多い体感ですね。はい、多い気がしてます。さあゴールナイもう違います、枯渇ではないです。まあゴールナイだとなんだろう、最近ゴールナイちょっと減ったっすね。やや弱めのゴールナイ、アチェクイが結局強い。アチェクイとマイティですね今の環境は。さあロイホグ一匹なんか釣れてねえな、さすがに。お前バカ、ボム強すぎだって。まあ俺が悪い。さあアングル、おー三重子だ。いやー厄介なの引いたっすねマジで。いやーまあまあまあ、でも俺がうまければ勝つなこれは多分。ゴーストユーノの受けもだるいし、いろいろだるいが、でエリポンがでもないっすね今回。さあちょっとマジで準備したいね。まあさすがにバルキリーでいい気もする。負けんなよ。あーいや一定結構いかれるっすね。さあまあこれはシャーなしの、早めに相手の豚でもいいしユーノでもいいし何でもいいんですけど、キング起動したいですねちょっと。でエリポンがある方がいいかもな、ディガーでエリポン壊しに行けるんで、エリポンない分なんか定期的にずっと来そうっすね三重子が。まああとは俺がダメージをいかに稼げるかって。まあこの一発はよく入る。そうロイホグ、まあ、豚はボムで絶対っていうぐらい入らないので、あとはダメージを稼がなきゃいけない。無理してでも稼ぎたい。うわーいいヒースピ、めちゃくちゃいいヒースピっすね今の警戒ので、なんか出てきそう。ターゲ取りたいディガーだけど、まあ、いやーこれ許容か。さあ男の許容が来る、じゃあ俺も男の許容し返そう。真ん中ブーマーです。え、なんで避けてんの、待って、なんか避けたんだけど、いいスピが。うん、まあ、警戒される。ゴルナイ咲いたら陸受けが透明なやつしかねえ。うん、よしよし。いいよ、からのジュジュン、グッドまで行ってもよかったけど、やめろハンター。わあ天才の方のハンターだったな。たまにあれ無能なんですけどね。わあ、まあこれ美味しい、ウッドいらんかったな。三種展開が多分さすがに合わせてきそうだけど、ジュジュジュン、ああ来ない、こいつ
うん、浩平、これさ、オルベが行ったらさ、事故るかな。いや、無理せず行く。で、僕マジゴルナイヤっすね。ガチでやだ。ゴルナイが嫌だっつってんだろ。入る。うわ、入らんのかい。なんで。さあ、ちょっとずつ入ってはいる。どうも置いて、TSP が来るな。しかもマジゴルナやばい。マジゴルナイゲーされる。いや、いいちゃん、マジやっちゃう。耐えれば勝ちってことは勝ったか。耐えれば勝ちなら耐えれるはず。やめろ、豚お願い、触るんじゃない。危ない。いや、ロイオグ三種、三重種はね、あんまいないんだよ。うん、あんまいない。この人ぐらい。キングジャイアンみたいな感じの。わ、41、やばくね？そんなもらっていいの？いや、美味しいな。さあ、まあこれはボムだからこそ勝てましたし、スケだからこそみたいなところありますね。これがね、またインフェでやりこぶとかだと、ちょっと陸受けも苦しいみたいなところもある。まあ空来たらどうすんねんみたいなデッキですけど、まあ、空はなんか気合いですね。マジアチ高回転と、あとボムの爆破とかな。まあさすがにきついっすけどね。そうさ、アチャクイノスケ、あーマジロイフグばっかっすね。結局強いっすからね。全然消えないっすね。さあ消える。いやー、どうせ撃ったるけど、ドキドキか、うん。いやー、アチャクイロイホグはまあちょっと勝ちたいけど、アチャクイの受けが苦しいっすね。僕は何で受ける。アチャクイバルキリーか。まああとは早めにキング起動をしなきゃきつい気がしますね。結局両方お互いダメージが通らないが繰り返されてクエイクで負けちゃうので、まあちょいちょいなんかいやらしく削っていきたい。頼む。いやー、オッケー。危ない。うん。待ってもいいかもね、これ。さあ、クエイク打ってくるか。打ってくる。さあ、キング起動。いやー、これは美味しい。まあでも、サイドこれ、相手の逆がいいな。同サイよりは逆サイだと、アチャクイじゃねえ、マジアチ活かせるんで、そうっすね。やっぱ同サイはダメな気がしてきたな。で、適当にウォールブレイクも突っ込む。まあデリバリーも大砲も何でもあるか。やべ、下手くそ。ああ、入ってる。ああ、入ってない。もう一発だけ。ああ、マジで持ってない。4発ぐらいあれ入ってた。本当にね、こういうのよ。今までだってあと400ぐらいダメージ入ってんやで。3000になってるだけでしょ。まあ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 、これを繰り返せば血圧がいいですね。僕の嫌な負け筋というか、こう相手の流れを変えるね、選択肢が。そう、これです。じゃあケツバルキリーでね。さあ着衣、うん、大砲は嫌だな。いや、ボム強、マジ最強すぎん。さあ一旦オールブレイク。いや、デリバリーもあるかな。マジ鬼のクエイク削りが強すぎる。
さ。デリバリー来る。いやでもディガーでカツカツも入ってんだよな、マジ。すごい地味な試合展開ですけど、こうするしかないんです。うわー、打った、当たるか。うわー、もったいない今の。さあクエイクが強すぎてハゲそう。行くっきゃない、行くっきゃない。レッツゴーフィーバーバモスタイム来てる。相手ロイグが飛んでこない、でかい。マジバモスタイム来てる。やばい。お、惜しいぞ。さあでこれ裏着来る。もうトルネで削っちゃう。あ、マジで来た。さすがにこれは間に合ってく。タイブレイク。オッケー。危ねえ。いやーうまいっすねマジで。序盤のあのクエイク削りの圧がやばすぎて普通に負けると思いましたね。やばいね。ダメージ取んないからこそのロイフグじゃなくてクエイク削りでガチタイっていう。いやーでも勝てるのがさあマジアチャ。高回転マジアチャ。もうなんか途中マジで何やってたんだお互い。やばかったよね。クエイクだけで削る。ディガーとウッドとマジアチャだけっていうもん。いやー、オッケーオッケー。まあ、高回転だからこその強みが出てるのは、やっぱイーフェよりボムの方が安定すんのかな。まあ、これもマッチアップ次第だけど、そう、ラバだけね。マジ、ラバだけきついな。でも、それ以外に対して絶対ボムの方が優秀になるんで、まあ、ボム安牌な気もする。うん、ボムでラバに勝てるのが一番なんかね、気持ちいいからね。そこはもう、何回もやるしかない。インフで楽するよりかは、インフだとホグ、ロイフグとかね、やっぱ枯渇とかも全部きつくなっちゃうんでね。いや、今の勝利は結構でかいんじゃない。さあ、流れでいきたい。オマーよろしく。なんかこんな感じの名前いっぱいいるっすよ。お前、同じじゃないか。まあ、着衣ロイフグか、キョスキョフグです。お供持ちってワンチャン枯渇もあるけど、いやースカイアイスメラに違うっすね。いやマジでやばいな。これしかいない、これしかいない。なんだこれは。どっちだ、ホグかロイフグかしかないよな。いやー暇だなー。マジアチャしてもどうせクエイクかロキ打たれるし。あーロキはねえな。ホグかロイフグかわかんねえやないかい。ホグかロイフグかわかんねえな。これもまあ、これあの圧着いマジアチャで射抜けるんで逆に圧を与えてる。いやわかんねえけど、ホグか。スケからのウッドでよかったね。うん、また同じ試合をします。いやどっちだ、ホグっぽいけどなんか立ち回りが。うん、やべ、ちょっとあの後ろのアチャクイの圧でミスりました、ごめんなさい。マジこのアチャクイで削られるっていう。さあオールブレイカー行っても大砲、何言っても大砲なので、まあもうまた同じで右頑張ってアチャクイで削ろうぜの戦いなので、アチャクイじゃマジアチか。まあそれまではインキャっすね。大砲邪魔だなあれ。でマジアチャ毎回右かな。あれ欲しいな。やべ、これクエイク当たんないでし。打ってこない、でかい。さあ、あそこのマジアチャすごい邪魔だな。
さすがにミスれない。うわ、はいや、ホグ。待って、さあ、まさかの、マジでホグ早すぎるな。削んなきゃいけないんですよね、俺が。問題は削んなきゃ勝てないんですけど、削る道筋が結構少ない。耐える、 OK。 まあこれはちょっと無理やり、おお、いや、いい防衛すんな。わ、着入りすぎ。いやー、おい、魔女長、なんでやめた今。向こうとしてたよな。やーば、読まれてんの。さて、そろそろキングが行かれそうです。私、うまいプレイヤーキング狙っていくか。あー、うますぎ。俺のそのマジアジ削りさせてよ。さて、やばいです。キングに吸えなくなった豚を、俺のキングを守らせてくれよ。いやー、ちょっと攻めすぎか、ここで行ったらダウンステイだな。さあ、こうなるとな、結構苦しい展開っすよね。うん、美味しでないけど、どこに吸おう。やば、入ってね。いや、うまい、うまいな。いや、さすがにうまいなね。他に何も言えねえわ。いや、普通に負けたっすね、これは。いや、マジアチャクいいっすね。これがマスケとかね、ハンターとかだったらもう全然もう違うんすけど、アチャクなだけで2周目置くと、あとはね、クエイク削り、アイス削り、ウッド削り、うまいな、マジで。さあ、まあこのデッキはこんな感じで唯一負けます。ホグクエイクとかにも、負け方というか、もう相手の勝ち筋があれっすね。相手のお手本でした、今のは。はい、ホグ使いの方、まあ、あれで勝ってください、トルネー施設にはね。いやー、きついな、なんかね、相性いい、さすがにいいんじゃないと思うんですけど、もしかしたら悪いっすね。相手が上手いだけなんですけど。そう、まあまあ、アジアチャ端前狙いすぎだったとか、まあもうちょっといつかね、綺麗な端前もアジアチャ取るのをぶっ刺したかったところではある。安牌すぎましたかね、ミスがあるとかっていうよりかは相手の方が上手かった、そんな感じかな。きついな、今のは。さあ、ちょっとうまかった、相手の後の YT 来たな。出た、このこの人スケラとかじゃない、わかんないな。あー、ブーちゃんでした。おいしくいただきました、キングキドウテッツ。犬来てー。あー、ダメです、もう病気、病気、犬気病にかかってるんで。はい、どうせキョスケロイフでしょ、流行りの、流行りに乗って、よし。あれ、全然違った、全然違うことでもないけど、マスカのロイジャイ。いやー、刺してやだな。いやー、ボーメン命したかった。あ、待って、ロイジャイじゃねえ、キョスケだった。お前は俺の目がいかれかった。
あ、それは、あ、うまい。でもキングキドがマジで世界救ってる。いや悪くない、まあ良くもないけど、まあさすがに勝ったんちゃう。だって相手穴飴だけなんで。おじちゃんが生き生きしちゃいますね。さあ、あとはトリトン、トリトンのキング起動だけど、あー、ゴースティングやろう。変態だな。これ射抜くのはさすがに射抜き病か。一回後ろで、いやー、ジョスケ役さん嫌だね、これマジで。ステークマジだ。しかもなんでもう一回ジョスケも食っかんな。あれちょっと待って。そのちょっと話が違う。わざわざ回したら。ジョスケザッピー来たら結構嫌だ。あー、美味しい。さあ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 、まあ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 、ゆっくり。あ、ボム M にして。いや、使う。てか普通にバルキリーオールグリ書いてガチできついと思うんですよ。エラム使う。まあ、当時あれがあるんだ。ゴースト。はい、ゴーストに打つと当たってくれ。いや、 D がバカ入るね。さあ許容して、まじちゃう。柳飴使わざるを得ない。ユニット甘いです。甘いのね。ならもう一回まじちゃう。おーおーおーおおお、何やってんだろ。相手が持ってんだ。うちのユニットは無能やんつって。さあユニットで甘えてこい。甘えない。ちょっと待って、キョスケがなんか溜まってきて。ボムいとこ、最強です。ボム思いとけばだって絶対突破できない。あ、これでもやばい、2周目ロイグくれ、これです。あ、でも残ってるわお前どこ向いてんだよ。やばいやばい、どっか変なとこ向いてるやつで。あー、いいゴースト、さすがに。いやでも殴りめっちゃいいな。ウォールブレーカー追加でこれ終わりです。さすがのグッドゲームじゃん。やられ回んないよ。回るんかい。リーがカッツンカッツンして、あ、それやっぱうまい。味覚守るか。もう一回ボム。いやー、回転早すぎ。やらめ使う。守れば俺負けねえか。さあ犬気病が出るが無理やしない。おお、この技に食い抜いたら天才。いや、犬きたくなる。あ、こんにちはザッピー。おい、さあウォールブレーカーが入るし、まあ、マジで最強っすね。ちょっとロイグ2周目とか、キョスケ2周目が、ちょっとだけ怖いですけども、まあ言うてやっぱ高回転だからね、何でも対応できちゃうっすね。いや、いいね。この多分、キョスケの流行りのやつには、多分相性がいいっすね。多分じゃねえな。さあ、キングバルキリー、あれ？なんかやったな、これ。道具回す前かな。なんか対戦した気がすんな。同じような味だな。さあ、あー、ジャイスタス、なんだこれ。ジャイスパスキャラーあれ、なんかそんなんじゃなかったっけ。違うやつかな。いや、今んとこホルド、あの流行りの、あれだよ、さっきのやつの、スケキン型だ。出た。
ゴーストを謎に透け銀にしてる民ですね。いやー強いよ。ゴーストを透け銀。新しいね、マジ。絶対ゴーストの方が強いかな。うん。さあ、ということで、これはまた相性がいいんじゃないでしょうか。しかも、うわー、その距離引っ張るのか。やば。優秀すぎん？さあ、キングバルキリー、バルキリーは使いません。キングってよくわかんない。だってバルキリーってやつだよ。女の子じゃん。やなみみながやだよ。おー、でか。いけ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 。全然無理ってね。さあ、やばい。やばいぐらい入ってるけど、問題ここやばい。さあ、これ、マジで普通に行くんじゃないんで。いや、ボム強って言ってる、マッサイとか。ふふふ。やばすぎ。で、ロイグ来ても、バルキリーからのトルネリキン起動ですね。で、さらに、ミラーでロイグ来ても、ボムがあると。まあ、キャスク使ったからないか。さあ、バルキリーで、片サイドに寄せつつ、さあ、キン起動。マジでこれ、バルキリーの後ろにつけるだけで、相手泣いちゃう。はい、泣いて。泣け。きついだろ。許容か。いやーマジでマジでガチきつそう。これバルキリー、吸われて生き残れる。いやーちょっとこの相手のトリトンを利用したボルブレか。あーでもいらんかったかな。うん、いいね。さあちょっとボム置いとくか。あれ、犬けでね。で、多分こっちのキョスケ側をマザネクとかで頑張りたいんだ。そういうことじゃない。やばいですよ。いやー、キョスケ怖い。え、待って待って、キョスケ、あ、入ってんの。うわ、入ってやがる、あいつ。うわ、マジでやばい。待って、俺ダメージ負けてんな、普通に。本当か。さあ、今から勝ちます。うん、キョスケがすごいなんか気持ち悪い動きしてる。いや、でかっ。それ許してくれるんだな。トリトン、やばい、やなめてる。うわ、やばい、ブタが、ブタ入りすぎ。でもやなめ使った、やなめミラーがあるが、一発ゴリラ、そしてマジアチャぶっ刺し。やぶなすぎる。いや、うまいなマジで。だが、しかし俺の方が強かった。38、おいしい。さあ、ということで、こちらね、マージャーチョブルカー使っていったんですけど、枯渇当たりませんでしたね。はい、ゴリゴリクエイクとかの方が多かったんですけども、まあこのね、マージャーチョブルブレーカーもチャンピオン入ってないしね、今後も絶対強いと思うので、ちょっと皆さんもぜひ今のうちからね、温めておいて、はい、使ってみてください。さあ、ボムのレベルが4になりました。よければチャンネル高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。